オールドイングリッシュシープドッグはイギリス原産の大型の牧羊犬。その頭文字からオスまたはオールドなどの愛称で呼ばれ、英語ではダンをされていることからボブテールと呼ばれる。オールドイングリッシュシープドッグは大型犬である。その長く絡まった厚手のグレーと白の紐は容易に見分けられる。耳は常に垂れている。ダンが違法でない地域ではほとんどがダンをされ、 後部がパンダのようになる。稀に生まれながらに切る、必要のない長さの尾を持つ個体も生まれる。股関節形成不全、遺伝子の関連性から白内障など、目周辺の病気にかかりやすい。立った状態では、肩より腰の方が高くなり、側体腑と呼ばれる熊のような歩き方をする。ダムをされていない場合は、尻尾は長く垂れ下がったままである。体調は、 肩の部分で少なくとも61センチはあり、メスはオスより外して小さい。体は短くコンパクトであるががっしりしている。適正体重は個体によって様々だが、オスの大きい個体は 46kg ほどになるものがある。二重の紐はグラデーションを作り、色は薄い灰色から濃い灰色、青みがかった色まで陰影がある。また、下毛には耐水性がある。 子犬は白黒の毛色であり、黒い毛は子犬の頃だけ見られる。成長するにつれて銀色や灰色のボサボサした毛に生え変わる。ダン炉は18世紀に英国で家畜賞の犬が免税となり、その証明として尾を切ったことが始まりとされ、それが習慣として現在に至っている。英国のケンネルクラブの基準では、 弾をされているかされていないかのどちらが好ましいかを明らかにしていない。北欧諸国やヨーロッパの数カ国で犬の弾をは法律で禁止となり、そのような国では弾をされていないウォールド・イングリッシュ・シープドッグは当たり前に見られるようになっている。オーストラリアでは標準的に弾をされている方が望ましいとされている。アメリカでは自然にボブテールに見えない場合は、 なるべく短くダウンをするべきだとしている。オールドイングリッシュシープドッグは、イングランドの古い型田舎の犬が起源とされているが、正確な記録はない。この犬の初期については推測でしか語られていない。1771年に、英国の画家ゲインズバラによって小さな垂れ耳の犬が描かれているが、これをオールドイングリッシュシープドッグの初期型だとする人がいる。 1800年代初期にイングランドの南西部軍で家畜を追っていたダンをされている犬、ボブテールと呼ばれ、スミスフィールドやコッツウォールド港と呼ばれた犬はオールドイングリッシュシープドッグの祖先である可能性がある。多くの愛好家はビアデッドコリーが今日のオールドイングリッシュシープドッグの源流の一つであるとしている。また、サウスロシアン、シェパードドッグという種類が 祖先の一つであるという説もある。オールドイングリッシュシープドッグはもともと羊飼いの犬と呼ばれ、本来の牧羊犬のような牧場で家畜を激しく追い立てる仕事ではなく、牧場から市場へと移動させる役目をさせていたとされ、古くから羊の群れの後ろ側での警護や追い立てを行としてきた。オールドイングリッシュシープドックは1873年のイングランド、バーミンガムの省で、 初めて披露された。審査員は犬をすぐに下がらせるほど質が悪いと感じていた。しかし、それからその犬種は消毒区として人気になり、1907年には毛を逆立ててふわふわにさせるグルーミング方法が編み出されたことが記録されている。1880年代にはアメリカ合衆国に輸出され、 世紀の変わり目には裕福な家庭の半分が飼っていると言われるほどになった。オールドイングリッシュシープドッグは今日も人気のある小ドッグである。カナディアンケンネルクラブブリードスタンダード、ハット ABC ザケネルクラブブリードスタンダードハット、フェダーションサイナロジェケイ、インターナショナルブリードスタンダード、パトプラネットブリードインフォ AB。A B アメリカンケネルクラブブリードスタンダード。ハット ABC ブリードヒストリー。オールドイングリッシュシープドッグクラブオブアメリカハット。オーストラリアンナショナルケネルカウンシルブリードスタンダード。ハットグレーターロンドンオールド。イングリッシュシープドッグクラブブリードヒストリー。ハット ABC クラーク。 アンドジャース・アンドリュー・エイチ・ブレイス、ザ・インターナショナル・エンサイクロペディア・オブ・ドックス、ハウエル・ブック・ハウス、ピアニッシモ、326から328、ISBN0 から876056249、マクドナルド、イアン、レボリューション・イン・ザ・ヘッド、ザ・ビートルズ、レコーズ・アンド・ザ・シックスティーズ、ロンドン、ピムリコ、P322、ISBN1 から844138283、84 ラウル、ザ・ストーリー・アバウト、ポール・マッカートニー・エス・ドック・マーサ。ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ザ・ビートルズ。2018年12月1日。閲覧。ありがとうございます。